チャーゴグガゴグマンチャウグガゴグチャウバナガンガマウグはアメリカ合衆国マサチューセッツ州のウェブスター東部にあるチャウバナガンガマウグ子の非公式な名称の一つである。ニップマク族などの部族はこの湖を公式名称に類似したいろいろな名前で呼んでいた。チャウバナガンガマウグ子綴りの間違いが指摘された湖の案内板。二十文字目の U が o 三十八文字目の N が h になっている。湖の面積は5.83平方キロメートル。ウェブスターの住人の多くは、ニップマク族による名前を発音できないので、単にウェブスター子と呼んでいるが、ニップマク族による名前をスラスラと言えることを誇りにしている人もいる。あまりに長いために綴りは一定しておらず、湖畔にいくつかある公式の看板でさえ、ものによってまちまちになっている。 2009年4月には、看板の一つに綴り間違いがあると報じられた。意味は、教会の釣り場のマンチャウグにいる、イギリス人といったところである。マンチャウグとは湖畔に住んでいた一部族の名称である。この湖は、イギリス人が来るまでは、チャウバナガンガマウグとして知られていたが、マンチャウグの村の近くに、イギリス人が水車を作り、マンチャウグに、 イギリス時のサスチャーゴグガゴグマンチャーグガゴグと合わさって、この名称になった。釣り場として有名である一方、いくつかの部族領のちょうど境界に位置していたために、集会の場としても使われていた。地元紙、ウェブスター・タイムズの編集者、ラリー・ダリーはこの湖についてのユーモラスな記事を書き、その中で、名前の意味に関する論争について触れている。彼が冗談半分に示した。 ユーフィッシュ、オンユアサイド、アイフィッシュオンマイサイド、ノーバディ h フィッシュインザミドルという翻訳案は、本当の意味以上に有名となった。英語では、t、メートル n、トントン bn メートル、と発音する。チャーゴグガゴグマンチャウグガゴグチャウバナガンガマウグは、アメリカで最も長い地名であり、世界でも6番目に長い。2004年には、フジテレビのトリービアノイズミ。 素晴らしき無駄知識でこの湖が取り上げられ、番組では日本人にとっての簡単な覚え方が考案され、チャーゴ、グガゴグ、マンチャウ、グガゴグ、チャウバナ、ガン、ガマウグと紹介された。ありがとうございます。